だから強く打つ必要ないですよね。あー、もう赤くていうかな、まさてー、まさてー、まさてー、絶対を目指す男、うん、その人もね、あのミスター経験ありそうですね、もう、まさぴんさん対するコウさんが、柔道初段、日本拳法2段、日本拳法2段、はい、剣王とも同じやつですね。あー、なるほどなるほど、そうですね、もしかすると世代的に剣王と被ってるかもしれないですね。35歳ということなんですけど、日本拳法っていうのは何が何なんですか。そして白が空手を入ってちょっと投げ回ったりするんで、なるほど、最近は剣王がやったり、おお、いいの入りましたけど、スピーディーな展開です、ね、中国拳法の使い手、うん、最高峰選手、うまかったね。これはやっぱマサヒンさんは経典愛人のルールにこう、なるほど、慣れてる感じだね。慣れている、うん、やっぱほらね、技能賞をもらってる、マサヒン選手が勝ちました。確かに勝ちでした、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 うまかった。